これでバッチリ師走の歌舞伎座。はい、年の瀬ね。でもね、お芝居の方ますます絶好調。楽しい演目が12月の歌舞伎座にもラインナップしております。順を追ってご紹介いたします。さあ、今日ご紹介するのはね、傾城反魂香というお芝居ね。傾城反魂香、ちょっと複雑なタイトルね。傾城ってのは、まあ、きらびやかな車の遊女の、その特に高級な遊女ですね。豪華絢爛たるその、まあ、例えですよね。傾城ってのはだって、うつつを抜かすとね、城が傾くって書くんですから、やっぱりすごくお金がかかるってことでしょ。ね、だからその遊女が登場するお芝居によくこの傾城って二文字をつけるっていうことがあるんですよね。反魂香、これはね、そのお香をこう炊くことでね、亡くなった人の魂をね、蘇らせるっていう、そういうお香のことなんです。これもね、時々そういう趣向が出てくるお芝居があるんですよね。こう香を焚き締めることで、その煙の中にね、亡くなった人の霊魂がわーって浮かび上がってくるっていうね。で、まあ、ただしね、今日の今からお話しするくだりには、この反魂香のくだりは出てこないんですよ。だからちょっとね、そのお芝居の実際の中身とはまあ、マッチしないところもあるんだけども、でもそもそもの、作品のタイトルとして傾城反魂香という名前で書かれたものですからね。なので今もこのタイトルを使うことが多いです。近松門左衛門という有名な人が書いたこれ芝居なんですよ。いろんなね、日本画、狩野派だとか土佐派だとかいろいろあるでしょ。そういうね、日本画のその絵師、絵描き、その人たちがね、こう何人も何人も登場するの、画壇の人たちですよね。だからいろんな題材で作品、お芝居ってできるんだなということをね、感じさせます。結局昔はそういう絵描きというのが、そのパトロンにつくお殿様だとか、いろいろ権力者がいるわけですよね。ということは、そういう絵描きを含めたいろんな、そのやんごとない人物だとか、お武家だとかのね、まあ、その権力争いだとか、そのいろんな、そのライバル関係とかね、そういう全体のイメージで作られた芝居なんですよね。さあ、それでこの今から お話しする下りの主役となるのは又平というね、やっぱり絵描きでございます。又平、奥さんがお徳、その又平のお師匠さんが土佐の正源というね、土佐派の立派な絵のお師匠さん、絵師なんですよね。でこの人がね、ちょっとそのお武家のね、争い事なんかに巻き込まれる形でね、謹慎生活を今強いられてる。山科の里かな、まあ、京都の外れでしょう。だいぶもうお隣大津の国に近いところね、山科。で又平夫婦っていうのは、ちょうどそのあそこ大阪山っていうのかな、山一つ隔てて、もっと琵琶湖に近い大津の方に住んでる。で今謹慎生活を強いられてる土佐のお師匠さんのお家にね、夜な夜な毎日ご機嫌いかがですかって通ってくるというね、非常に実直な、まあ、特実なね、心優しい夫婦なんですね。ただね、ちょっと気の毒なのは、又平さんがね、生まれついて、まあ、吃音という言葉がありますけど、つまりこの言葉がこう詰まっちゃうわけですよね。まあ、僕もね、喋るとき緊張しいだから往々にしてそういうときあるんだけども、ついこうスラスラスラって喋れなくなって、言葉が詰まっちゃう、そういうハンディというか悩みにずっと苦しんでる。となりますとね、
なんていうのかな、又平自身の中にそのことが負い目になっていてね、なかなかね、もともとこれ絵の絵筆の腕も確かな男なんですよ。だけどもなかなかね、才能が開花しないんですよね。これで結局自分もね、なんか自暴自棄っていうか、なんか立派な絵なんて俺どうせ描けないからということで、常普段はね、まあ、大津絵といって、つまりその大津のあたりをね、まあ、東海道とか多分通ってるわけでしょ。その街道筋にこうなんていうのかな、こうひなびたお店だとか屋台だとか、そういうとこで自分がねこう描いた絵をね、まあ、漫画のような絵ですよ。まあ、大津絵という、今や一つのジャンルがありますけどね、そういう展覧会もよくなされてますけども、やっぱりその大津絵っていうのはあくまでもその庶民の世界から生まれてきた非常に砕けた表現の、なんか本当一コマ漫画みたいなね、鬼だとか遊女だとかね、こうひょうたんとナマズだとかね、そういう独特のなんかキャラクターが、まあゆるキャラの元祖的なとこもあるのね。僕見ていて好きなんだけど、大津絵ってのは、だけどもやっぱり何々派、土佐派、加納派、なんかこの屏風だとか襖にデーンとこう晴れがましく描かれる、描かれる、そういう絵の作品のおよそ対極にある世界ですよ。だからそういう庶民に対してなんか二束三文でね、お土産で買ってってとかいうふうに売ってるような、まあ立派な絵の世界から見るとちょっとそのしがないというかね、下びたというのかな、そういう絵でなんとかその日その日の稼ぎを得てるというね、そういう世界にまあ甘んじてる、まあそういうふうにやっていくしかないという今状況なんですよね。だけども又平の夢というのは、もう究極の希望願いというのは、お師匠さんのように土佐の何々っていうね、土佐派の一人前の絵描きとして認められることなの。でこのお芝居のオープニングではね、弟弟子のね、首里之助っていう若者がですね、これはね、加納何菓子という絵描きが描いたね、これ面白いですね、絵に描いた虎があんまり出来がいいもんだから、その絵の中から抜け出てこうね、こう近くの畑だとかをこう走り回ってるっていうことで、お百姓さんがね、みんなパニックになっちゃってるんですよ。これで竹やぶの中に虎が逃げ込んだぞって言って、こう追い出せ追い出せガヤガヤガヤって、なんかそういう騒ぎが起こってるっていうとこからね、お芝居が始まるわけ。そしたらそれを見ていた首里之助という若者が、このお師匠さんの土佐の証言と一緒にね、お師匠さん、私今から暴れてる絵から抜け出た虎をかき消してみせますって言ってね、絵筆でこうキューって言って、ピューシュー、虎がトラトラトラって消えちゃうんですよ。おおすごいなって言って、首里之助でかした、お前はこれから立派な土佐の何がしという土佐の名字を与えるぞということで、まあ免許改伝という形、ということは、又平の立場から言うと、若い弟弟子の首里之助に先を越されちゃったっていう、そういうことでお芝居がだんだん始まっていくのね。だもんだから余計に自分も土佐の名字が欲しい。又平にとってこれ一番肝心の、一番大事な、自分にとって最優先の願いですよ、希望ですよ。だけども僕さっきも言いました、彼は言葉にハンディがあるからね、こう お師匠さん、その土佐の名前を私にもくださいっていうふうにね、言葉にたとえつっかえても本人の希望なんだからさ、これはもうね、やっぱり本当だったら伝えればいいんですよ。だけどもお芝居始まってしばらくの頃ってのはね、やっぱり自分の負い目だな、これ。
自分が弱気になってるんですね。また兵ってのはそういうね、負のサイクルに陥っちゃってるわけ、うん、なかなか言えない。だからそういう思いってのは全部奥さんのお得が、言ってみれば言葉のままならないね、夫の通訳をしてあげるわけですよ。俗名も土佐のまた兵とどうか名乗らせてやってください。涙ながらにお得奥さんが訴えるわけです。うん、だけどもね、お師匠さんっていうのはそういうね、また兵の、僕が思うにね、なんかね、そういう弱気なところがね、なんとかそこをね、自力で切り開いてほしいんじゃないかと思うのね。まあもう僕この芝居も大好きなもんだからね、もういつも見てて思うんですよ。だから厳しく突っぱねるんです。お前は似合うたように、お前に見合ったように大津へ帰って世を送れ、まあ今日のところは茶でも飲んで立ち帰れって言ってね、突っぱねちゃうんだけども、これ奥さんが必死に頼んでも変わらない、首を縦に振らないわけ、お師匠さんは。だけども僕はどっかでね、あのお師匠さんっていうのは、お前本当に土佐派になりたいんだったら、土佐の絵描きになりたいんだったら、そんなビクビクせずに自分で行ってこいよっていう、なんかね、そういう無言の叱咤激励っていうのがね、あのお師匠さんの中にはあるんじゃないかなと思うんですよ。でそうこうしてるうちに、この土佐のお師匠さんがお世話になったことのあるイチョウの前というね、お姫様がなんかそういうね、権力闘争みたいなことに巻き込まれて、今人質みたいな状態になってると、そういう知らせが届くわけ。そういうもんだから、土佐の将軍は自分が駆けつけたいけども、自分は謹慎の身だし、もう年寄りだしとか言って、首里之助、今土佐派の絵描きになったばかりの首里之助に行かせたいが、首里はまだ若者なり、また兵は言葉が不自由だ、どうしたらよかろうって言って腕組みして悩むわけですよ、お師匠さんが。どうしたら、それをずっと見てたまた兵が、行かしてください、行かしてくださいって、女房、お前、俺の代わりに、お師匠さんにこれを伝えてくれ、俺のこの思いを伝えてくれ。これ全然実際はセリフは全く言いません。あくまでもこの仕草で伝えるわけ。俺のこの思いをお前伝えてくれよ。だけどもうあんまり必死すぎて、急にそれをこう言ってきたもんだから、お得もね、普段はもう自分の旦那の言うことって全部スラスラわかるんだけど、何は焦ってんのかな、この人、あなた何が言いたいのって感じでね、ちょっとね、お得もここら辺ねパニックになっちゃうわけよ。そうしたら、だから俺の子なんだよ、もうじれったいな、俺自分でやるよっていうことでね、お芝居が始まってここまでね40分か50分ぐらい経ってるんだ。その間全然一言のセリフも発しなかったまた兵がついにここで、お願い、もう初めてね、言葉をねピシャーンとこう地べたに叩きつけるようなね、すごい迫力で言うわけですよ。と土佐のお師匠さん、びっくりするわい、そのお手にはせせせせせせ拙者が参り、姫君を奪い取ってカカカカカ帰りましょうって言って、もう言葉の不自由さも、もうそんなことなりふり構わず、初めて自分の思いを打ち明けます、また兵が。だから僕に言わせれば、この芝居の中の一番大事なのはここ、それでここまで必死な思いをしても、なおもね、お師匠さんってのは一遍これ突っぱねるの。やっぱりお前はには土佐の名字がやれないとでそれはね、そのお姫様のそのトラブルのところに駆けつけて救い出すっていうのが、あくまでもそれはね、本来絵を描く人間が絵の筆で
何かその成果を上げるんじゃなくて、言ってみればそれはあの、我々にとって門外漢のことだと、ね、だからお師匠さんとしてはね、やっぱ僕はあれはね、又平に何かね、お前その気迫が俺が求めてたもんなんだと、うん、その気迫で何かお前絵を描いてみろって、それが言いたいんだと思うのね、うん、あのね、ここは正直に打ち明けます。こういう中身のセリフは一切出てきません、この芝居に。だけどもこれ僕なりに解釈してるの、このお芝居ってのは、うん、お前その気迫で本当にいっぺん死んだ気になって絵を描いてみろってお師匠さん僕はあそこで言ってると思うんだね、うん、だからやっぱりお前ね、お姫様の宮室にも生かすことはできないし、お前に土佐の名字はやれないって言って、ここでもお師匠さん突っぱねちゃうんだけども、で突っぱねられて絶望して、又平はついにね、もう俺死んじゃうっていうふうまで思い詰めるんだけど、うん、その時にお徳がね、あなたがそうだったら私も一緒に死ぬわということで、夫婦の思いはピタッと一致してね、うん、せめて最後に、この世の最後に自分の絵描きとしての何か証を世の中に残しておこうということでね、お師匠さんのこのお家の庭の蝶子鉢にね、自分の自画像をこう描き残すことになるんですよね、うん、そうするとその描き残す自画像がある奇跡を起こして、又平さんはですね、土佐の名字を与えられるというね、そういう結末になってくるんですけど、まあこれはあのぜひ劇場で見ていただきたいわけ、うん、でもね、僕がとにかく今日この動画で伝えたいのは、うん、もちろんこのすごい気迫で描くんですよ、この絵を又平は。だけどもこの芝居の僕本当のターニングポイントは、もう必死に何振り構わず、お願い、そそそそ、そのお手には、拙者が参り、ね、師匠の名字が、つぎたい、ばっかり、と、もう、本当にもう、なりふり構わない。もう、言葉なんかどうなってもいいと。だけども、自分の気持ちを伝えるんだっていうね、そういうふうに、又平の気持ちが決定的に変わった瞬間、シフトした瞬間っていうのがあるんです、うん、だからここを何としてもね、見ていただきたいですね、うん、でそういうね、さまざまな困難にもかかわらず奥さんと協力し合って、時々ね、あのちょっと夫婦喧嘩みたいになる時もあるんですよ、この芝居。だけどもやっぱり夫婦がもうガチッと心を合わせてね、道を切り開いていく、まあそのね、プロセスというのはね、もう見てて時々ワクワクしますね。近松門左衛門もさすがだね、素晴らしい、これはドラマだと思う、うん、でそのやっぱり困難にめげず、こう一歩一歩目標に近づいていくっていうね、このね、パワフルさ、この一直線さっていうのがね、やっぱり今我々もコロナでいろいろ大変だけども、そういうところにも立ち向かっていこうじゃないかっていうね、そういうエネルギーも必ずこれ舞台から伝わってくる素晴らしい作品ね、京成半言校、ぜひお楽しみください。ありがとうございました。